先住民の肌の色。サブサハラアフリカの大半に最も肌の色が黒いネグロイドが住む。ただし、北アフリカと南部アフリカ西部の先住民は肌の色が黒くはない。国際連合の定義によるサブサハラ。ブラックアフリカはアフリカのうちネグロイドが主に居住する地域である。コーカソイドが主に住むホワイトアフリカと対比される時に使われるケースも多くある。 サブサハラアフリカの同義語とみなされることもあるが、厳密にはサブサハラ全土で黒人が多数派であるわけではなく、マダガスカルのような非黒人地域を除外して、ブラックアフリカと称することもある。かつて、ヨーロッパ人たちはこの地域が自分たちが入ったことのない未開の地と認識し、アフリカを暗黒大陸と呼んだ。特にフード病として、 マラリアが猛威を振るったサハラ砂漠以南のこの地域はヨーロッパ人にはほとんど知られていなかった。この未開の地はデイビッド・リビングストンによって約30年にわたって探検され、ヨーロッパ人たちにも少しずつ認識されていく。ホワイトアフリカの地中海沿岸部が比較的安定した地中海性気候であるのに対し、ブラックアフリカでは乾燥帯と熱帯の地域が多く、 雨量の少ない地域が多い。乾燥帯は、サハラ砂漠、ナミブ砂漠、カラハリ砂漠などを要し、熱帯は主に半乾燥地域とサバナ気候からなるが、中央部には熱帯雨林気候も存在し、熱帯雨林の生い茂る場所もある。サバナ気候帯ではサバンナが広がり、多くの野生動物が生息している場所もあり、そのうちの一部はサファリとしてよく知られる。 多くの部族が住み、安定した、統治機構の未発達な場所の多い、この地域では、部族、民族間の構想も頻発している上、貧困が深刻な国も多い。また、マラリアやエボラ出血熱、エイズなどの感染症が蔓延しており、平均寿命が60歳に満たない国が多い。貧困層の大部分は小規模農家であり、灌え設備を持たない、天水農業と、小雨量、 気候変動などによる不安定な低収量に苦しんでいる。このため、各種国際機関や主要国政府の資金による様々な開発支援プロジェクトが行われており、徐々にではあるが貧困の削減が進んでいる。現在も治安が良好とは言えない国が存在する。一方、経済発展も顕著であり、治安の安定した国も少なくない。南アフリカ、 ボツワナ、シエラレオネなどダイヤモンドの産出国が他の大陸よりも多く集まっている。金属資源、レアアース、原油などの生産国も多い。ありがとうございます。